っち。コアに乗り黒で密輸の中心となっている倉庫の情報が入った。倉庫に侵入してスケジュールと密輸ルートの資料を盗んできて。あ。いや、あのね、GTA 5ならいけるんだよ。これ、うん、乗り物に乗ってもなんか同期してない感じだから。あ、おお。もう早煙が。1.4 キロ。ユニタットいる。馬力が足りない。降りよう。おう。こっちもね、気づかれずに倉庫に入るだよ。ああ、またか。気づかれてから倉庫に入るじゃないよ。気づかれて倉庫に逃げるみたいな感じだな、さっきから。アフターパルスっていう TPS のゲーム面白いですよ。さっきから無視しまくってるからね、命令を。アフターパルスっていう TPS のゲーム面白いですよ。アフターパルス知ってる？あれか、アフターパルスって今のなんかなんだっけ、レインボーの髪生えたパルスのこと。ああ、ああ、あ、パルスのその後っていうことか。やかましいわ。はい、着いた。ドローン飛行中。まずは地点を確認。グラフィックやばいですよ。あ、警報ある。おお、警報あった。なら警報があるなら電源。ああ、あるな。まずはまあ便利な。反乱軍にエリアの偵察。サブマシンガンを持ってを見つけた。ターゲット。奴らは検査もせずにカルテルの車両を通してる。俺たちもそうしよう。カルテルには珍しいゲートがある。倉庫に入れるな。本当だ。倉庫の外にカルテルのトラックがあった。やるぞ。電源っぽいのないな。じゃあ破壊しちゃうか。監視カメラのか。あ、カメラじゃない。警報。これ警報とゲートをうまく同時に EMP かけられないかな。お。さ、行ける？あ、無理だった。気づかれず。どっから入ればいいんだ。どっかまた隙間。カルテルをバカにする。わら。いや、だってカルテルユニタットに比べたらね、増援呼ぶ能力も警報がなければないし、ゲートがあるような地点用意してることもあんまないし。ナイトビジョンをつけたら敵が気持ち見にくく。こっちは正面入り口。こいつ倒して大丈夫かな。ちょっと確認。あ、大丈夫そう。この方やっちゃうわ。うん。え？お前そこにいたのかよ。多分銃声で気づかれたのかな、ちょっと。しかもここ這い上がれない。バレちゃうかな、死体。あっちのトラックになんかいる。10人目のターゲットがいるぞ。危ねえ。倒す必要ないのに。いや、気づかれそうじゃん。まあ、死体がバレても仕方がない。おっと、足音。ここ入り口にもたくさん敵いるわ。うん。敵グループを発見。ゲートだね。あ、このこいつは大丈夫だね。ちょっと待って、あの、いや、その奥にももう一人いるからバレる。ミルボイさんってアルマや DAYZ って言ったのに。銃声。しかもこれ本当にバレたらダメなやつだ。頑張って。反乱軍にエリアの偵察を。3人目の敵だ。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。なんかさ、倉庫の外のカルテルのトラックで行くぞみたいに言ってるけど。いや、でも現時点では倉庫に入るだから。
警報破壊。ゲート開けちゃうか、まず邪魔で。そのゲートがあの外に止まってるトラックで検査せずに開くみたい。あ、そうなの。うん、え、でもバレるよね普通に。いやでもそれで行くぞっていう風にこの人は言ってるよああ、じゃあその車もしかしてぽい。なら俺たちどうせバレるしそれ乗っちゃうか。え、バレないの。いやここ、まあ、これでバレたらちょっと物は試しだから。よし、運が良ければ何事もなく通してくれる。あ、言ってるね。自分が持った発音の変なアメリカ人4人、いけるいける。一緒にするな。俺の発音はペルフェクト。ダメだこりゃ。捕まってろ。こういうのはノリが大事だ、こういうのは。お疲れです。僕らですよ。はい、どうもどうもどうも。はい、倉庫に入ろう。まだ免許取ったばっかなんだよ。まだ大型特殊はまだあーっと、んと、これはぐるっと回って。そういうことじゃねえ。回れない。ごめんね、免許取ったばっかりなんだ。こっちだね。ん？もう徒歩でいいんじゃね。そうだね、もう降りよっかあとこの近くのやつ適当にドローン。警報はもう壊してあるから。おう。反乱軍にエリアの偵察をする対象をマーク。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。そうか。これは開かない。あ、倉庫の入り口こっちにあるわ。あん。いや、こっから。もう敵が目の前にいる。ああ、本当だ、いた。やっちゃうかな、ハンドガンで。ナイス。ここはちょっとハンドガンだ。あ、おねむでしたか。この地域での運送スケジュールとルートだ。左、通路いる。探してたんだ。来てるね。あ、黄色い矢印向こうじゃねえか、うん、パシャ。気づかれずに出る。必要な写真は撮った。撤収だ。じゃあ また車に乗って、うん、さっきのトラック乗ろう。あ、トラック乗ったら超簡単。うん、そうだねトラック、そもそも俺たちがトラックに乗らずにやるのもかなり無謀だけどよし、お疲れ様です。夜勤行ってきますはい、どうもどうもどうも。よし、ん？出たけど矢印があるんだけど。ん？なんだあれ？え、なんだあれ？ちょっとドローンで見てこよう。あ、倉庫を出ろっていうのはこっから出ろということではないのか。いや、この矢印別にそういうわけじゃなさそう。え、じゃあこのままほん、あ、大丈夫だ。おお、なんだろうな。今ボーンに情報を転送してる。
これでコアリの物流もが大体わかるはずだ。オッケー、無事夜勤。夜勤。じゃあついでに王冠、あ、武器、うん、あるね結構。チャイナスコープ取りに行こう。あ、待って、後ろにもあるね。セーフ。あ、そっか、後ろ行こう。こちらボーマン、新しい任務よ。なんだ。トラック倉庫で見つけてくれた情報はまさに宝の山だった。輸送スケジュール、輸送ルート、何もかも分かった。スケジュールによると今まさに出発しようとしてる車がある。大物よ。4トン以上もトラックに積まれてる。位置情報送るわ。片付けて。了解、すぐ取り掛かる。そう、このトラックはカルテルのやつだからバレないんだろう。そうなのかな。多分だってこれまでユニダットの場合はバレなかったっけ。バレたっけ。どうなんだろう。あの、その部隊の車ならゲートが開くっていうところはあったけど、その車に乗って成りすますことがどの地点でもできるのかっていうところまでは調べてないから。ああ、まあ、でそれでユニダットに対してバレたらもう面倒になっちゃうし。本当よ。入り口がわからん。入り口はこっちにあった。マジか。物資の場所は反乱軍に伝えよう。あ、こっちかった。うん。俺のブートに合うな。よし、ね、あとはこれが なんだ。ほ、あ、放送かこれ。ユニダットだ。おや、お疲れ様です。なんか今晴れた気がするけど。まあまあまあ、安全運転ですね。わらでしょ、安全運転でしょ。俺もそう思う。だってこんなところね、絶対そんなねスピード出せないから。ガソリンの無駄遣いだけ耐えれば。舗装されてない道がある、うん、こういう国だったらどこもかしこも砂利道でもおかしくはないと思うけど。あ、なんか迫撃で全部倒せそうな感じの配置だけど。ドローン準備完了。おお、あ、狭っ、うん、隊長、迫撃行きます。敵を発見。反乱軍に間接照準射撃を要請した。オーバーキルかな。オーバーキル。武器ケースがあるぞ。取れない。よし、これがチャイナースコープだけど、これつくのかな。 POSP、 あ、つく。4倍でしょ。どうしようかな。今 HTI についてるのって、ああ、 4.5 から 5.5 か。うーん、それならこっちつけようかな。 T5XI。 またユニダット、ユニダット、ユニダット。うーん、あいつは終わりだ。車もらおう。すごい。はい、もう一つこっちだ。あ、ガンナー席乗んなきゃよかった。あ、でもおお、こっちの方がまだ安定する。おう、ガンナー席。おーっと、待って、ここも
ユニダットか。武器だけ回収して、ああ、しかも電波障害。何も見えない。武器離れてるから、いけるんじゃね。塀に囲まれていなければ。囲まれてるよな、そりゃ。あ、後ろ空いてるぞ、あそこ。ん？そこ？あそこでそーっと入ってさ、回収しちゃおう。ランナー席って虫感のまま変えられないのが辛い。なこと言ってもな。俺サイレントラン使えるから、あーってしゃがんで移動しよう。これ入れるやつ。しゃがんで移動して。あ、でも、危ねえ危ねえ危ねえ。このままバレずに回収してさ、ファストトラベルしよう。それがいい。サブマシンが思ったターゲットがいる。よし。ここに武器ケースがあるぞ。どこ飛ぶか。移動しよう。俺のブーツに合うな。あ、これがスコーピオン。ストーリー近いからブラボーでいいんじゃねえの。左上。ああ、そうだね。ブラジルに向けたコカインの大規模輸送が行われるそうよ。トラックが国境までたどり着かないようにして。一番得意なやつだ。コカイン爆破。出た。取ったらファストトラベルで逃げるとかやり方がおねえ。来たね。取ったらファストトラベルで逃げるとかやり方が来たね。わら。いや、だってどうせね、敷地を出ようが出まいがファストトラベルで移動することになるんで。ちょっと待って、来てる来てる来てる。え、来てる。来てる。あ、おお。壊して、あのトラック。あ、止まった。イエーイ。ちもう終わったのか。もう終わったよ。早い。マジか。あらあら、ね、ファストトラベルはいいんだよ。よし、マジか。よし、これだ。おう、リードを誘い出すために必要な場所とこの収益に大打撃を与えたな。よし。あ、ちょっと待って、ボーマンのお話が聞けなかった。あれ、リードを誘い出すために必要な場所とコードは分かった。罠を仕掛けて始末してやりましょう。バイクに乗る。行くぞ。うん、ノーパスを見つける、密輸業者の。もうすぐ飛行場だ。ああ、飛行場っぽいなと思ってたらこれ飛行場なんだ。ほう。敵をマークした。ほとんど塩の塊だけど。いや、お前のバイク一人でに動いてんだけど。え？あ、止まった。止まった止まった。なんかさ、あまりにも縁故がそっけないというか、うん、なんだろうね、ゲームのテスト環境みたいな場所にいるような感じなんだけど。多分ワールド広いから作るのだるかったの。ヒル確定。よし、あ、ナイトビジョン見づらい。ナイトビジョンは使うけど、サーマルビジョンはほんと使わないな。ほんとの。待って、後ろの方から片付けるかな。おう。フレアガンを。あいつは終わりだ。ポンと。フレアを撃つぞ。あいつで3人だ。
で、ノーパスはあった。あったあった。コードを入力する。これでリードに合図が届く。カチャカチャターン。意識してもおかしくない。待ち伏せるぞ。ここの物資数値高いな。でリードがここにやってくるんだわ。でぶっ殺だわ。あ、倒すの。うん。余裕だな。よし。爆薬セット完了。負けるだけ負けるだけ巻いといて。ターゲット接近。あ、来た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 。来てる。ターゲット接近だって。え、どっから来た。あ、ヘリじゃないよ。あ、車両だわ。うん、すんげえゆっくり来てる。あれ待てよ、あれヘリ。いや違う、ドローン。ドローンをこれ、あ、ドローンの爆破じゃあ EMP か。いや今ちょっと爆破にした。あ、そういう、来てるね。うん、来てる。すんげえじわじわ。あ、ヘリだね。ヘリか。普通に撃ち落とせばいいじゃん。え、爆発しちゃっていい？ああ、いいよ。ヘリを発見した。あ、あれ、一人で落ちたけど。倒しちゃうか。うん。俺車を破壊。リード君ちょっと捕まえ。ボーマンに知らせる。ボーマン、ボストンリードを排除した。リード君。でも人身売買には気づくべきだった。以前から問題になっていたのよ。サンタブランド誰かが手を出してしまってるわよね。ボストンリードを止めて民間人を助けたんだ。いい日だろ。他の日に比べればね。ボーマンアウト。リードをさ捕まえてちょっと顔を見てみたかった。ちょっとそれ言うの遅かった。本当によくやってくれたわ。リードが排除されて飛行機が使えなくなったことでフォアニからの麻薬の出荷量は3分の1にまで減った。リクロはどうなってる。トラック倉庫のデータのおかげで輸送網の全員。そいつリードじゃねえ。情報が全て揃ったら国境の向こうの連中と協力して一気に奇襲をかける。カルテルにとって大惨事になるわ。地元民にとってもだ。トラックの運転手たちが職を失うぞ。雇用を生む手助けがしたいなら平和部隊にでも入ったら。そうだな、考えておく。で、この地方は実質クリア。リード君は爆死で、爆死。あとはここユニダット天国だったけど、ここもさっきと同じ要領で武器だけ回収できそうなら、うん、武器を回収しちゃおう。ちょっとその前に弾回収しよう。拾ってくれない。しょうがない、ね、わらわら。あ、来た来た来た。なんで降りるんだ。俺が運転する。ここだ。うん。ドローン飛行中。ああ、電波障害。ドローンがおかしい。ジャミングを受けて。またか。スナイパーだ。あ、スナイパーいる。俺もこの今の MK なら狙えなくもないけど、もうちょっと近く行きたい。まあ外しても連射できるからね。ステルスな、ステルスキルは基本的にダメージが増加するから。あれ、これ下にもいない。うん、あ、いたい。また敵だ。一人だね。あ、いや、一人じゃないかも。うん、
入り口あったけど EMP 必要だわ。だよね。ちょっと待って、このモヤは、いや邪魔かかっててもいいから、どの辺に。信号が悪い、ドローンがジャミングされてる。いった、サプレッサーつけてた？つけてた。今サプレッサーがついてたような音はしなかったけど。いやいやいや、俺ハンドガンしか使ってないで。あー、ガンシップヘリ来てる。ヒュー、一旦引いた方がいいんじゃない？武器まっしぐら。あ、俺まだ取ってないんだけど。オケじゃん、俺も武器まっしぐらしちゃう。武器まっしぐら。なんだよ武器まっしぐらって。俺も武器まっしぐら。待て、よし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 、なんだこのゴースト部隊。逃げるぞ。硬い硬い。逃げろ逃げろ逃げろ。なんだここに入り口あったのかい。エンコに逃げろ、エンコにエンコに逃げろ。いて、スナイパースナ。逃げろ逃げろ。めっちゃギンギラギンに見てるこっち。そうだ、新しいスコープつけた HDI なら。おお、顔出せ。おお、おお、すっげーここ、あの拠点のさ制圧がさ、うん、多分一回もうまくいってないよここの地方。一発で。まあまあ。来てる、あ来てる来てる来てる。しつこいな。ドローン。タンゴタン。迫撃砲を要請する。暗殺照準射撃を要請する。一人しかいないけど。おお、ちょっとバックがかっこいい。あーすげえ、映画のワンシーンみたい。死んでない。え待って、4発4発ナイルマックスだから硬いんだろうな。よし、じゃあとりあえずコアにクリア。残るね、地方はナイルがついてる地方は残り4567888個。多い。ちょうど折り返しってぐらいだね。あー、来てる。え、また来てる。ちょっとやばいの聞こえるんだけど。あれガンシップでしょ。あ、落ちたわ。あ、弱。いや、なんかすげえ、なんかすげえこっち追ってきてるじゃん、走って。迎え撃て、迎え撃て。あ、え、硬いな。しかも、MK 結構弾落ちる。走ってる、走ってる、走ってる。カルテルよりも倒してやるぜっていう凄みがあるよ。あ、はい、3、3。OK。いやー、眩しいわ、こっち。全然見えねえんだけど。はい、じゃあ、次はね、レマンゾ。レマンゾっていうお隣の地域。レマンゾ。うん。あんまり広くない。ここもコアニと同様に、密輸。じゃあ、今日は終わりますか。まだ警報なっちっちゃいな。なんかヘリたくさん飛んでない。そりゃ警戒レベル3。俺は警戒解けてんだけどね。あ、解けた、今解けたわ。よし、じゃあ終わりますか今日は。うん。